はい、行きますかね。今回ウィザードレベル18からか。さあ早速戦場へ。布告しとるね。どうなんかな。なんかいつもさ夕方くらいにやるんだけど、今ねまだ早い時間だからこれどうなんだろう。これ絶対揃わんな。ちょっとどこでもいい。入れねえ。あ、マジで入れねえ。待つしかないかな。いやー、成立せんかったらめんどくせえな。抜けるよね。どこも開いてねえんだよ。なんかアップデートさどうなるかなって思ってさ、まあ、結構いろいろ見てみたけど、結構やっぱ公式がアビューズ行為ダメって言ったのは大きかったみたいだね。あと大人数戦のマッチングになりやすくなったから、なんかそういう意味でも、もうそもそもスクワットしにくい状態になったんだろうね。で、結果として、それが良かったと。で、その代わり、マッチングはしにくくなったと。まあ、しょうがないよね、これは。どうにか、なんかいい、あれないんかね。この全然入れない状況。まあ、これが、なんだろう、今がベストとは思わんよ、さすがに。でも何をどう改善したら、なんかこう、入れた良くなるんかって言われるとよくわからへんね。ちょっとその辺をちょっと頭がいい人に考えてもらおうと。やっぱトレードオフの関係にあるよな。なんか入りやすくすればその成立しやすくするっていうことだから、そうするんだったら少人数マッチは起こりやすくなるだろうし、逆に大人数マッチにこだわっていけば、もう人数揃わないとスタートできないってことになるんで、そしたらマッチング待つ時間はもうどうしても生まれてしまうと。で、まあ、一番いいのはまあそのコントロールできるところじゃないけど、まあ、ユーザーが多くなるっていうのがまあ一番だよね。で、ユーザーを多くするには顧客満足度を高めないといけないので、スクワットとかは対策せんといけんと。あと初心者よね。初心者のケアがちょっとあれなんで、いやマジで心折れると思うよ。やべ、普通にねどうもならんからね、とりあえず。で、まだ俺が始めた時はさ、毎日11連でガチャ引けたからさ、一応星4の武器とか持ってるけど、これ星4の武器とかなかったら多分、大変なんだろうね。まあでも、レベル上げていけば、その、どの武器にもついてるこのね、こう必殺技みたいなさ、これだけでも戦えるんかもしれんけど。やばい。初心、ああまあでもそれもまたあれよね。初心者部屋がさ、一回あったんだろ？その時にまだやってなかったけど。いるよね、実際、初心者部屋。
もそれをするにもまたユーザーが増えないとダメっていうなんかこう難しいね、その辺が。うわやばい、まずい、毒か。とりあえず OK、 今んとこいい勝負だな。1300じゃ前出れんな。もうせめてもう一回回復してからいこう。2600か。この回復のやつケチさんとけばいいんだけどね。やばい、おるんかい。いや狙われてる。あれどうにか避けれんもんなんかな。チョコチーレースも出てんのか。名手はまだまだっぽいよね。真ん中の通路け、あでこっち、逃げろ、死ぬ。やべ、真ん中は真ん中で敵いるんだよな。難しいな、ここがでも一番安全っちゃ安全か。ちょっともうちょっと回復したいな。やばい、くわー。まあでもこれを繰り返していくしかレベル上がんないからね。ナイトった方がいいよね。あれ行ったか。おっと痛い痛い。あれなんかなんかワープせんかった大丈夫。あおるなぁ、ハンターだなぁ。やばい、まあでもあれだね、最初はさ、レアリティが高い武器を手に入れたそのクラスで行くのがいいんだろうね。もしくはもうハンターとウィザードに、どんな武器でも。いや、もうちょっとなんか、やっぱ攻撃してる間に、攻撃をしたタイミングを見られてたら、もうダメなんよ。この時点で。やばい。毒の矢とか強すぎだろ。いいなぁ、そういう武器欲しいなぁ。
怖え。これは近くにいる。ベスティア行ったか。やべ。鈍速とかやばい。レースとの相性が悪すぎる。お前出たら死ぬなこれ。やばい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 。さあ、とりあえず今回はこのまま勝ちたいな。いやおお、ちょっと待って、何ファイナルバースト決められた、もしかして。なんか一気に逆転されたよね。なんか気づいたら逆転されてた。2分いけるのか。こっちしかもベスティオも使ったんだよね。ナイトなのか。やばい、なんか囲まれてない？それ仲間かこれ。なんか赤イコール敵みたいな印象を持ってる。いけ。おっと。あ、どこ行った？これナイト同士な、マジで最初に攻撃した方がね。あ、やば、遅かった。言うとむずいな。最初に攻撃したらもう普通に当てられるんだよね。よう当てんかったけど。あ、ロックオンしとけばいいんかな。うまいこと当てるよな。基本的な操作なんだろうけど。なんか自分がどこ向いとんかっていうのをさ、いちいち見れんくない？そんなんよったらできんよな。この下の、あの矢印が向いてる方にやるんだろうけど。なんか時々全然違う敵にさ、勝手にロックオンしてさ、そっち攻撃しちゃう時もあるよね。あ、じゃけあのロックオンの、この、これ。これがあるんか。おーおー、今の。負けたー。あのロックオンをしっかり使っていけっていうことか。わあ、このもったいないな。一気に持ってかれたのはやっぱあれだったんかな。どうしようかな。ちょっとまたハンターに戻そうかな。なんか前回やってさ、あ、これウィザー、ハンターよりウィザードの方がええわってほんまに思ったんだけどさ、忘れるよね、まあ、ありがたみを。ハンターにしよう。装備はもうハンターとウィザードのは持っといて、これって欲しく持ってなかったんだっけ。またファッション。そうかな、勝手にやってたよ。
この男のコメントすげえ腹立つんだけどさ、あれ消せれんのかな。マジでイラッとせん。待って、倉庫何をすかしとんかわからんけど、マジで一回出してみるか。これは絶対いらんな。アルファはかぶってるから。あ、ベノムアローって毒っぽいな、これ。この辺の武器はちょっとまた違う噂があるから、とりあえず、あ、違うわ、アルファはいらない。間違えた。アルファはいらない。この辺も結局いいんだよね。で、OK。で、これでいって、あ、武器変えようか。ちょっと使ってみよう。毒のやつとか絶対いいよね。フリーズアローももしかしたら凍らせれるんかもしれんな、あれは。エアレイト。これが全部かぶってないね。え、ワンチャンこの辺、これ絶対毒だよな。これちょっと使ってみるか。なるほど、君は装備に新たな楽しみを見て。で、ちょっと使いやすいのどうにか選んでいこう。ちょっと見えない。おっと、よし、オッケーオッケーオッケー。60、ちょっと地味だけど、地味だけど嫌よね。おっと、いった。マジであのコメント消せんのかな。意味がないよね、あれ。邪魔なだけで。あれ？押せてなかった。え、見えねえんだよな、マジで。よし。地味に削っていけ。よし、ええぞ、アシストだけど。あれは今使うんじゃなかった。
でかいよな。1000ずつ食らうとかさ。ちょっと回復せんと出ない。あ、ダブルで当てた。ええぞええぞ。あー、毒いいな。なんか総合的なダメージが多くなりそうじゃん。一発当てればいいっていうね。でも80ずつとかだったら10回ダメージ食らっても800か。アシストめっちゃ入れやすいぞこれは。いいね。当たらんか。当たらんそうだぜ。なんならこれ育てたいくらいだな。なんか使えん技がいっぱいあっても、いや分からん。でもなんか細かくさ、技の効果とか見てないからさ、本当はすげえいい技が中には入ってるかもしれないな。5アシストだろ。でもアシストは相当入りやすいよねそりゃ。もう一個のやつ使ってみるか。スパイダーウェブフリーズアロー。スパイダーウェブっていうくらいだから動きを止めてくれりゃいいな。フリーズアローも凍らせてくれりゃいいな。どれだ、青か。なかなか当たんね。そうじゃ合うね。いやー、止まって、やべ、めっちゃ手前まで敵入っとる。ちょっとこれは回復したい。しゃ、お、鈍足かもしかしてこれ。
ぽいな。鈍足入ったっぽい気がするな今の。そういう系の方がいいよね。入った入ったな。鈍足だな。うわやば近い。あと待って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 、敵が怖い。ここ危ないな。ちょっと一旦引こう。500しかない。やばい、あ死んだ。これは逃げたいけどこっちはおるよね。仲間の中に入っとった方がまだいいか。あれだな、鈍足当てて、で後からめっちゃ通常でもいいけ打ち込めばいいよね。その前にロックオンしとけばなんかめっちゃ当てれそうな気がするよね。それだったらワンチャンあのアシストだけじゃなくってキルも取れたりしそうな雰囲気があるね。おい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 、え、何？いけいけいけ、やばい。あーなんか星4の武器にこだわってたけど結局使える技がある方が強いな。あ、フリーズしたかな今ね。してないかな。フリーズ戦なのかな。こんなとこで鈍足にされたらもう相当へこむよね。いいよねやっぱ。やばい。うわ死ぬか。でも使いやすいな。なるほどね。鈍足いいよな。仲間の援護としてすごくいいよね。6アシストついた。でもやっぱ自分で倒せんと経験値少ないんかな。もうちょっとこれでいくか。
倒した。終わりかい。毒とどっちがいいかな。あ、でも毒もでも結局とどめを刺すことはできないから、あれで総合的にどれくらい食らわせとるんかっていうところよね、大事なのは。足してもそうでもないんだったら動きを封じる方が価値が高いか。どの敵、どんだけレベル高い敵にもさ、あ、どんだけレベル高い敵でも動きを遅くさせれるっていうのは、それはこのなんだろう、またレベルが低いやつができる最大限のことかな。最大限のことかな。ダメージ自体はだって与えられないもんね。それだったら動きを封じるとか、こんな感じで。あ、いい人、待って、1万っておかしいだろ。まあでもあの後追い打ちに来れんからね、動きを止めれば。ああ、ちょっとダブルタップね、ついらんな。方がやり合っとるところに、あと、ちょっと待って、やばい、死ぬ死ぬ。そうよな、鈍速だったら攻撃力関係ない、え、関係ないよね。攻撃力高い方が長く効果続くとかないよね。ちょっと技一つ一つの効果について調べんといけんな、一回。もしかしたら気づいてないだけで、あの星4の武器もなんかいい効果がついてる可能性はあるもんね。だから技のあれ、なんだろう、クリックしたら出してくれればいいのにね。表示してくれれば分かりやすいのに。あるんかな、そういうの。どっかでゲーム中に見れればすげえ楽なんだけど。なんかパッと見、ちょっといじったくらいじゃ、見つけなかったけないんかなと思ってるけど。わあ、ちょっとタイミング悪い。やばい。やっぱこれあれだ、動き封じとるわ。あ、これめっちゃええわ。動きを止めることができるのと遅くするのがすることができるやつ。それとあと基本的な、あのなんか上からあの降らすやつと、まあ、このなんか一発がでかいんかな、なんかわからんけど。火じゃないよねこれ、火なんかな。火か、燃えとるな多分。ダメージ食らってんのかな。火なんかな。だとしたら凍らせて、で火のやつやったら良さげよね。
やばい、死ぬ。あぶねー。いや、ちょっと待って、挟まれてないか、これ。やばい。いや、この武器いいぞ、無駄がないぞ。500くらわせれるってことは多分レベル低いな。あ、ミスった、適当に打っちゃった。いけ、あー、当たらんか。やばい、その2人はやばい。あれ、2人で息合わせてこられると強えな。この武器育てようかな。これの星4バージョンとかあるんかな。もう一個なんか枠が空いてんのももったいない気がするけど、これの星4バージョンあったら欲しいな。あれだね、一回死ぬとこの主戦場まで戻るのにすげえ時間かかるの。やばい。やばめっちゃ食らったけど。疑わないな、でも。いや、同じことやるけど。どれもいい。この4つの技は。もう1個の方、毒と何だったんだろう、結局。何気に惜しい展開だぞ。あと2分の1ワンチャンあるんじゃない、これ。やべ、豚肉使っちゃった。いけ、うーふっそ。うわ、めっちゃいい勝負。うそしー、超惜しい。なんなんこの展開。いや、マジで超惜しいわ。あ、いい勝負。あんま活躍できんかったな。ちょっと武器だけ変えてみるか。やっぱ負けても長い戦いだったら、あ、レベル20になった。長い戦いだったら経験値も多めにもらえるんかな。技の効果が見たいんだけどなぁ。あ、あるじゃん。え？
違う、ないな。遠距離とかそういうのしか。技の効果を教えてほしいんだよな。まあ、スパイダーウェブは鈍速にするやつ、フリーズアドは多分凍らせるやつ。イーグルショットも燃えてるように見えたけど、ピアッシングシュートはなんかため打ちじゃないけど出るまでに遅くて、でもなんか敵吹っ飛ばすねやつだったと思う。トゥルーショットって何なんかな。パワーシュートもよくわからん。エアレイドってなんだろうな。ちょっと待って、調べるか。ちょっと待ってよ。なんだっけ。エアレイド調べてみよう。エアレイド効果くらいでいこうか。効果とかないんかな。効果教えてくれ。ちょっと待って。イーグルショットヒットポイントの低い相手に当てた時ダメージが上昇する。あ、この基本的なやつか。で、通常攻撃は通常ね。アローレインは遠距離範囲スキル。まあ、これもどれにでもついてるやつね。ベノムアロー、一定時間当たった敵を毒状態にする。だね。エアレイドは、遠距離範囲スキル。範囲だから、当たる範囲がちょっと広いっていうやつか。要は。簡単に言えば。そういうことだね。カリウヌスアローをなんて読むんだろう、この Y みたいなやつ。ガンマかな。ガンマっぽいな。スパイダーウェーブ、一定時間当たった敵をドンスク状態にするだね。フリーズアロー、一定時間当たった敵を凍結状態にする。やっぱそうだよね。これが絶対強いだ。この俺の星4のヘリオスアルシェアルファ、ヘリオスアルシェアルファ、さあこいつはピアッシングシュート、当たった敵を吹き飛ばす。あ、さっき言ったやつね。パワーシュート、遠距離攻撃スキル。トゥルーショット、遠距離攻撃スキル。特にないっていうことだよね、要は。あ、威力がパワーシュート1500。あれか、歩兵に対して1500で、これ召喚獣かな、ナイトのマークが1500みたいな。あー、じゃあ攻撃パワーシュートが攻撃力が高いんだね。トゥルーショットは1000だから、ピアッシングシュートも吹き飛ばす割に攻撃力は1000なんだね。マローレインも1000、イーグルショットが800。イーグルショット、イーグルショット普通のやつか。なるほど、そんな感じみたい。だったら
あれでしょう。ベノムアドは毒は魅力的だけど、ダメージ自体がもうまだ全然与えられないから、カリウヌスアローガンマだな。これなんかもう武器名とか覚え出したら結構マニアックになってくる、ね、だんだんと。カリウヌスアローガンマいいよねみたいな話をしだすとちょっとマニアックになってくるね。ちょっと強くしちゃう、ちょっと強くしちゃうか。期待を込めて。これの星4バージョンもあるんかな。ありそうだよね。まあでもこの2つの技あれば十分っちゃ十分な気がするけど、まあ基本的にサポート系のさ武器だからさ、サポートできればいいよね。名手いけるか使う感じだ。でも攻撃力上がってきたらまた考えよう、その時。その ハンターじゃねえや、何ウィザード、いやハンターか。ハンターの、レベル自体が上がったらね。俺ら青よね、キリ勝ってんの。え、これ敵よね、間違えた。待って、ちょっと待って、来るぞ。やばい、来るな、あれ。あれ、どこだっけ？なんかめっちゃ、あれか。別にファイナルバーストする気ねえんか、こいつ。とにかく敵をなぎ倒せ。やばいやばい、敵をなぎ倒すんだ。戻った、やべ。あ、ちょ、そっちだね。いったー、炎できんだよ。スパイダーウェブは当てたい。あ、ミスった。今倒したか。いや、突っ込めんよなこれ。よし、やべ、あぶねー。今のアシストは良かったぞ。自分で言う。自分で自分を褒める。ちょっと待った。なんか全然出んかった技が今。なるほど。ちょっとアシストに強化、アシストを強化していこう。押しなずにいけたか、なんとか。
その最低限の回復アイテムだけで死なずに行く練習もしとった方がいいよね。パイがあればいけるパイだけあればいける。あ、じゃあパワーアップさせて終わるかな今回。まあ当分ガチャもそんなガンガン引けるような感じじゃないから、基本これでいく気持ちでいっとこう。でもパワーアップさせる、いつ出るかわからんしね。ガチャ引いたとして欲しいのがさ、4850だからあと150あれば引けるんか。あと30、もうちょいじゃん。まあ、11連ちょっとケチって11連ばっかり引こう。引くなら貴重ですからね。まあそんな感じか。20に達してんだな。まあそうね、ハンターでいくかな。ちょっといい武器を見つけた。まあずっと持ってたんだけどねやっぱ実際使ってみるとわからんな。でもそう考えるともしかしたらウィザードもなんか使える武器持ってる可能性あんだよな。まあ、またちょっとハンターに飽きた頃に探ってみるか。うん、じゃあまあ今回はこの辺で終わります。ありがとうございます。